皆さんこんにちは。中学2年生の時に両足が麻痺する難病と診断され、歩行が困難になってしまったアーチェリーの重定親選手。そんな重定親選手はある同じパラアーチェリーの選手のブログに匿名でコメントし傷つけたとして、東京地裁から賠償命令を受け、パリパラリンピックの日本代表を8月23日に辞退しました。今回は重定親選手の病気や炎上について、パリパラリンピック辞退など詳しくお話しします。まずは重定親選手について紹介していきたいと思います。重定親選手の生年月日は1982年11月22日、現在41歳です。出身地は福岡県北九州市出身のアーチェリー選手です。重定親選手の出身中学校は残念ながら公表されていませんでした。中学2年生の時に両足が麻痺し進行性がある難病 HTLV-1 関連脊髄症と診断され、歩行が困難な状態です。 HTLV-1 関連脊髄症とは、脊髄が炎症を起こし両下肢の突っ張り感、歩行困難、しびれ感、排尿困難などの症状が起きるそうです。そのため重定親選手は地元の中学校に通われていたかもしれませんね。福岡県北九州市八幡西区の中学校は16校と数があり、特定するのは難しく、出身中学は不明です。高校は福岡県立折尾高等学校出身。学校のコースは以下になります。総合ビジネス科、ビジネス情報科、生活デザイン科の3つの学科があります。また偏差値はだいたい49くらいのため、普通より少し下ぐらいかなと思われます。その後重定親選手は大学には進学せずに、福岡県北九州市八幡西区の企業に就職しました。企業に就職後も麻痺の症状があることから塞ぎ込みがちだったという重定親選手。そんな姿を見て、会社の同僚が自身がやっていた車椅子テニスを勧めたそうです。それがきっかけで車椅子テニスを始めました。スポーツに興味もなかった重定親選手ですが、人よりできないことがあると悔しく感じ、練習に励んでいったそうです。練習を積み重ねた結果、国内6位まで上り詰めました。ところが若手選手の台頭からあっという間に抜かされ、30歳で現役を引退します。次は趣味に一人でできるスポーツをやりたいと考えていた重定親選手、地元北九州市にアーチェリークラブがあるのを知り、2015年から競技を始めます。就職先には高校を卒業後から15年勤務していたそうです。しかしアーチェリーに専念するために長年勤めていた会社を退しました。その後は自動車内装メーカー会社の林手レンプへアスリート雇用で所属し、アーチェリー競技選手として活躍されています。アーチェリーを始めてから1年経った翌2016年に全国障害者スポーツ大会女子リカーブ 30m の部でなんと優勝を果たします。2021年東京オリンピックにも出場し、以下の成績でした。女子リカーブ個人7位、混合リカーブ団体5位という難病にもくじけずに素晴らしい功績を残しました。しかしその後とんでもない事件が起こります。同じパラアーチェリーの小野寺麻子選手のブログに匿名で名誉を傷つけるコメントが書き込まれました。小野寺麻子選手が開示請求をしたところ、相手は同じ競技の重定親選手が犯人だったのです。小野寺麻子選手は、重定さんによる書き込みとは全く想像もしていなかったとコメントを残しています。二人の間に何があったのでしょう。なぜそんな書き込みをしたのか。小野寺麻子選手は当初は民事で損害賠償請求訴訟を起こすつもりなどなかったのですが、重定親選手が何事もないかのように競技大会に出場している姿を見て失望してしまったそうです。ではここから小野寺麻子選手が自身の競技歴や内容を書いているブログに、重定親選手が匿名で書き込みした投稿内容を時系列で紹介します。一つ目の中傷書き込みは2021年1月5日午後0時56分にありました。いい加減もう東京パラも無理だし代表入りも無理なの気づきませんか。悪あがきもほどほどにした方がいいですよ。ちゃんとルールを守れないような人代表になんかなれないです。二
つ目の抽象書き込みは2021年1月5日午後6時33分にありました。ルール違反してない、してるから言ってるんですけど、車椅子に乗って競技してはいけないのに車椅子に乗ってますよ。何度も注意してるのに聞かない。代表選手になりたいならルールを守るのは最低限のマナーです。あとちゃんと結果を残すことですね。この2つの投稿の発信者が気になり、発信者情報開示請求の訴訟を弁護士さんに頼んだところ、重定知佳選手からの投稿と分かりました。計り知れない衝撃だったと思います。東京地裁は2024年8月6日小野寺麻子選手の名誉毀損を認め、重定知佳選手に約124万円の支払いを命じる判決が下されました。この金額は通常の相場よりも相当高いということです。裁判官は投稿は卑劣なものというほかないと厳しく意見をしています。たびたび中傷コメントに出てくる重定知佳選手からのルール違反とは何かを調査しました。重定知佳選手が弁護士に相談した内容からルール違反の意味を知ることができました。その内容は、私はとあるパラアスリートのブログに悪口を書き込みました。あなたはルール違反をしています。椅子で競技をするカテゴリーなのに車椅子で出場しています。何度も注意しているのに聞かない。悪あがきもほどほどにした方がいい。上記を2回に分けて書き込みしました、といった内容でした。重定知佳選手は小野寺麻子選手が椅子で競技をしていない、車椅子で競技をしていると主張しているのです。小野寺麻子選手が大会で椅子ではなく車椅子で競技をしているのか調べてみました。画像や大会での小野寺麻子選手のルール違反を調査しましたが出てきません。このことについて裁判官は、ルール違反だと考えたのなら競技団体に指摘できたはずで、ブログへの投稿は公益性がないと指摘、違反も真実とは言えず名誉毀損に当たると認定、という判決を下しました。この報告は重定知佳選手の虚偽の報告だったのでしょうか。これが真実なら大会中にルール違反を申告しているはずだと思います。そこで2人の関係性を調べてみました。小野寺麻子選手は重定知佳選手のことを、重定さんの実力は圧倒的です、私からすれば月とすっぽんで雲の上の存在です、アーチェリー関係者は皆そう思っているはず、だからこそ私も周囲も重定さんとは想像すらしていなかったし、私に嫉妬や嫌がらせをする必要があったのか全く分からず困惑しました。信じられないし間違いだと思ってしまったほどです、と発言しています。関係性については、重定知佳選手とは競技で年に1回か2回顔を合わせて挨拶する程度の関係で確執もないと話しています。2021年から2023年度のアーチェリー連盟での日本の1位は重定知佳選手、2位に小野寺麻子選手になっています。1位と2位の差は大きく離れているということですが、追い抜かれる焦りから重定知佳選手は嫉妬してしまったのではないかなどネット上で書き込みもありました。他にも重定知佳選手に対して辛辣な意見が多いようです。重定知佳って障害抱えて人の痛みがわかるのかと思いきや、他人を中傷して裁判になっちまうのか、賠償命令が出ても面の皮厚く辞退せずパリパラに出場しようとすることでしょうか。心から謝罪するという選択肢はないんだ、普通なら謝る一択だと思うけどな、などの声が上がりました。さらに同じパラスポーツ選手として匿名で誹謗中傷すること自体の卑劣さ、裁判で判決が出てもパリパラオリンピックに出場するという強さ、小野寺麻子選手へ直接謝罪をしない横柄な態度、といったことを指摘する声が多いようです。では周りの人物から見た重定知佳選手の性格を見ていきましょう。世間の声は辛辣なものがありますが、同じパラアーチェリーで上重コンビを組んでいた上山智弘選手、そしてコーチの末竹博樹さんからの意見を見ていきたいと思います。上重ペアを組んでいた時のインタビューでのこと、上山智弘選手が重定知佳選手を繊細な人だと表現していました。インタビューでは、どちらが繊細ですか？
という質問に対して、重定千佳選手は、私の方が繊細だな、私結構気にしいなんですよと発言したのに対し、上山智大選手は、そうですね、これは重定さんだなと答えています。結構繊細な方のようです。さらには上重ペアの時からコーチを務めている末竹博樹コーチとの対談では、重定千佳選手について次のようなコメントを残していました。重定さんは面倒見がすごくいいんですよ。ものすごく気を使うタイプ。日常生活はこのままでいいと思います。これがプレーに出るとちょっと弱点になっちゃうこともあるんですけどね。重定さんはもっと自己中になっていい。競技中は自己中で、競技以外のところでは他の人のことを気遣えるのが一番理想的かなと発言しています。重定千佳選手がもっとアーチェリーのために周りが見えなくなるくらいでもいいと考えているようですね。他にも元アスリートで書道家として活躍する書き心春流春さんは、重定千佳選手を応援されていたようです。2020年12月頃に東京オリンピックに出場する重定千佳選手へ向けて応援の色紙を送っているようです。さらにコメントも残しています。初めて見たのは夕方のニュース番組、全員が立って弓を引いて的を狙っている中で、一人だけ車椅子で参加している選手がいる。その果敢に挑戦する姿に目を奪われました。重定千佳選手のプレーに感銘を受けられたようですね。たくさんの人に勇気や感動を与えていた重定千佳選手、今回の騒動が残念でなりません。真実は分かりませんが、重定千佳選手には何か確執があったのかもしれません。そして8月23日、東スポのネットニュースにて、日本パラスポーツ協会と日本パラリンピック委員会は、8月22日にアーチェリー女子の重定千佳選手がパリパラリンピックの代表を辞退したと発表しました。 JPC は6日、東京地方裁判所にて日本身体障害者アーチェリー連盟に登録する選手が、重定千佳選手に対して提起した名誉毀損に基づく損害賠償請求を認容する判決が出されたことを受け、同連盟に重定千佳選手の日本代表選手派遣推薦に関する有効性を再確認することを指示しました。8月18日に同連盟から、8月13日に臨時理事会を開催し、重定千佳選手が第一審で敗訴し控訴予定であること及び本件に関する内容を適切に説明した上で、重定千佳選手の代表選手選考の手続きの有効性を再確認した。臨時理事会において賛成多数により手続きは有効であると決議したとの報告を受けたそうです。同報告を受け、 JPC 内で改めて事実確認及び審議を行った結果、今回の重定千佳選手の行為は国際総合競技大会派遣規定に違反する可能性があると判断しました。国際総合競技大会派遣規定に基づき、重定千佳選手の処分について検討するための JPC 調査パネルを設置した。事実確認審議を行ったところ、8月21日に重定千佳選手に対し代理人弁護士が同席する形で弁明の機会を付与しました。JPC においても外部の弁護士を含む2人の弁護士からも意見を求め、 JPC 調査パネルにおいて検討を進めていた中で、8月22日に重定千佳選手から JPC に対して代表辞退の申し出がありました。そのため JPC は申し出を受理したそうです。 JPC の森和幸会長は、この度は皆様方には多大なご心配ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。今回の事案は大変残念であります。名誉毀損や誹謗中傷はいかなる場面においても断じて許されるものではありません。今後 JPC は再発防止に向け、より一層スポーツインテグリティを高める取り組みを実施してまいります。8月28日に開幕するパリ2024パラリンピック競技大会において、選手たちが最高のパフォーマンスを発揮できるよう温かいご声援をよろしくお願い申し上げますとコメントしました。いかがでしたでしょうか。今回は重定千佳選手の病気や炎上について、パリパラリンピック辞退について紹介しました。8月28日から開幕されるパリパラリンピックに今後も目が離せませんね。最後までご視聴していただき
ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。